皆さんこんにちは。3分講座です。この番組は3分間でいろんな話をしたいなという番組です。今日はこれについてねお話したいと思います。はい、あのね、今日はですね、このアルジャジーラというね、あの新聞なんで、まあ放送局新聞なんですけど、見てたんですけど、アルジャジーラとね、これ中東の新聞なんですけど、これ読んでて面白い記事があったんでね、拾ってきました。このヒュンダイ、韓国の自動車会社ヒュンダイですね。ヒュンダイ、これでしたかね。ヒュンダイね。ヒュンダイね。これ結構ね、韓国最近すごいんですよ。例えばデザインとかですね、すごくなってきてます。韓国の車も良くなってきてますよ、本当に。でね、あのエリンっていう方がですね、韓国人の方だけども日本語ペラペラで、その方がね、このいろいろ自動車を紹介していらっしゃいますけど、それまあすごい動画ですよ、 YouTube で。あれはね、見るべきですよ、すごい。エリンっていう方かな。これはすごいなと思ってます。で、このヒュンダイは今までね、どっちかいうとこの水素燃料自動車を推してたんですけども、今日の記事はですね、まあ7月28日の記事なんですけども、やっぱりこっちにするわっていう記事なんです。で、僕もこれや思ってたんで、ほんでね、思ってたんですけど、テスラ、アメリカのテスラがやっぱりすごい業績がいいんですね。で、ここに書いてあるように、ですね、もう全然販売台数が違うんですよね。ですね、どこやったかな？どっかに書いてあったな。もう全然販売台数が違くて、どこやったかな？ちゃんとチェックしとけよっていう話ですよね。ですね、まあいいわ。かなり、違ってて、ワンミリオンバッテリー、ないな、どこ行った、まあいいわ。まあかなり販売台数、こっちももう売れてるんですよ。もう全然、もう桁が違うぐらいね。で、この、結局ね、車ありますでしょ。で、この電気自動車としても、これ水素自動車としてもですね、結局これらは電気で動くんです。電気で、両方とも結局電気で動いてるんですよね。電気で動く車なんですよ。で、こっちの、まあ、電気自動車はこのバッテリーに充電して、で動かすと、このバッテリーに充電して動かすとね、電気を充電して。で、これはですね、こう燃料電池っていうのを積んでてですね、で水素から電気を取り出して、んでモーターを動かすということなんだから、どっちも電気なんです。で、まあ、これはですね、これの良さは、まあ、言われてる売りはですね、その、排気ガスが出ない。まあ、これも出ないんですけども。この、綺麗な、この水素という、これ、いわば無尽蔵の水から作るというね、水から作る水素というものを使って、車を動かしていこうという。まあ、自らまあ、理想論は作れるんですけど、そんなお金もかかってしまうんでね、それじゃないですよね。
水素っていうのはやっぱり結局化石燃料が作ってるんですよね、これも結局。だから同じなんです、電気で動くのは。で、まあここは要するに発電施設を、発電所を自分で運んでるって感じですよね。で、これは発電どっかでして電池を充電するっていうことなんで、まあ、違うんですけども、やっぱりね、こっちの方がシンプルなんですよね、かなり、この構造としてね。だからもうこれからはもうこっちですよ、僕はもうはっきり言ってこっちですよ。前から思ってたんですけど、もうこっちが勝つに決まってるんです。で、もうこれはですね、もう家電製品みたいな範疇になってくるのかなと思ってますね。だから、まあこの新聞ですけども、このヒュンダイ自動車も電気自動車にシフトしてきたというような、記事なんですね。ということでですね、まあこのお話しましたけども、まああれですよね、内燃機というエンジンというのはもう自動車ではまあだんだんなくなってくるのかなっていう自動、まあ、感じですね。で、動画見ててもですね、この水の中をテスラ電気自動車がゴンゴン走ってくるという動画もツイッターで流れてましたね。だからやはりもうこの時代なのかなっていう思います。ということで今日はです、このね話題についてお話しました。またお会いしましょう。さよなら。